おじやさんから発売されてるこちらの4種類のお菓子を食べていきたいと思います。ちなみにカントリーマームじわるバターは新商品。カントリーマームのこのチョコまみれシリーズとじわるバターはセブンイレブンさんで購入しました。イガグリ海鮮はローソンさんで購入できました。では早速開封して食べていきたいと思います。まみれさんのバカンスは 48g 入り5個入ってました。たたきチョコまみれは 40g 開けると8個入ってました。味わいでした。このバナナの味わいとしっとりチョコクッキーチョコチップミルクチョココーティングのトリプルチョコの織りなすコンビネーションがいいバランスで美味しかったです。激甘になっていないところがさすがです。もうこの時点で表面からバターがじゅわってます。じわるバターはバームクーヘンとクッキーの掛け合わせみたいな、しっとりしていて口の中でじゅわっとほどけるほろほろ食感で、バターの香り高い感じと生地に溶け込むバターのコクがジューシーでまったりとした味わいです。同じ富士屋さんで発売中のバター焼いちゃったっていう商品より、個人的な好みにはなるんですけど、こちらの方がカントリーマームのしっとりとした生地にこの香り高いバターの風味とコクがじわるじわる、バターの味わいをしっかり堪能した
合は1袋 30g で9個入ってました。